どうも、はいはいはい、今日はですね、はい、スポール品川大井町さんの方にやってまいりました。ありがとうございます。こちらの施設はですね、本当になんかいろんなスポーツとか競技だったりができるみたいで、サッカー、フットサルなのかな、アーチェリーとかね、アーチェリーもあるし、バッティングセンターみたいな、すごいね、すごい感じのいろいろあるね。今回はですね、僕たち水着を履いてますよね。何です、屋根を考えしますね。はい、僕たちなんと今日サーフィンをやります。おお、マジか。無理だって、俺泳げねえもんな。無理だよ。そう、みんな泳げないのか。無理だ、本当に死ぬよ今日。溺れるよマジで。とりあえずサーフィンの経験は、橋本さん以外の4人はボディーボードね、あのちっちゃいやつでね。橋本さん何も経験がないのにサーフィンボード急に変えたじゃないですか。そうだよ、ね、経験ってそれぐらいだよ俺らも。とりあえずね、あの、はい、入ってみましょう。はい、行きましょう。これやばいでしょ。やばくない。はい、なにこれ、どういうこと。やばっ。おー、これ夏休みだぞマジで。激流じゃん。品川にこんなとこあったんだ。そうだろ。いやいやいや、おー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 、おりさん、やばくない。かっこいい。助ける余裕がこれさ、え、どうなってんの。こっちから水が出て、落ちたらどうなっちゃうの。でもあの奥の方とか水着絶対さ大変なことになるよね。やばいよね、あの隙間に挟まって今日死ぬぜ俺。やってなきゃやめててる感じになっちゃうよ。ちょっと僕休養思い出したんで帰ります。でもさ超楽しそうじゃない。マジでこれ、わわわわわ。じゃあ簡単にプールの説明事項だけしていきます、はいはい、プール見て分かる通り前から流れるプールになってます。水深が膝下ぐらいになってます。結構低いです。膝下ぐらいってことは泳げないってのも大丈夫。あ、全然大丈夫です、問題ないです。よかった、はい、後ろ足にしっかり重心を乗せて、で目線を上げた方がいいです。ウィリウィリしてるような、こっちか、そう、動かすときは前をこっちの手を伸ばして肩を入れる感じ。スノボー的な感じな。そう、スノボー的な感じです。全然経験ないんですけど、いけるもんなんですか。はい、全然大丈夫だと思います。はい、はい、全然大丈夫です。じゃあこの真ん中にバーあるんですけど、はい、とりあえずはあのバーを持って立ってみましょうか。わかりました。じゃあそれでは、レッツゴー。今日めっちゃサーフィン日和ですか。今日サーフィン日和です。今日が一番サーフィン日和なんですか。じゃあテンション上げて一応目にやりましょう。じゃあ、じゃあ誰から行きますか。嫌なんだけど。嫌だビビリ。俺だってもうさ、いいよ別にもう今日帰っていいかな。違うから。そうそう、マジで。おどうした、おどうした。これテンション上がっちゃった。一番張り切っちゃったよ。ガジさんの、うん、ガジさんで水温がわかる。カジマの背が高いから、あのどのくらいで溺れちゃうかと確認した方がいいと思うんですよ。よく見た方がいい。うわっ、うわっ。水深どんくらい。え、どんくらい。大丈夫だった。え、大丈夫だった。いや、え、水深どんくらいだった。あ、水深、あ、水深は全部安心安全の水深だった。よかったよかった。冷たいですか。冷たいですか。冷たいですか。寒いです。うわー、すげー。出せ出せ出せ出わかんない。わかんない。いや、パニック、パニックな。なんて言うんだろうな、なんか得体の知らない何かに何もかも引っ張られてる感じ。お前はこっちだみたいな。救出されてた。いや、俺今日落ちないために来てるから。波乗るために来てるから。いいじゃん、かっこいいじゃん。見せてくれよお前。参りましょう。よいしょ。上向いて上向いて、オッケー。もういいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃん。すごい。もういいよ、いいよ。もういいよ。手離してみようか。手離してみよう。
よ。死ね、離せ離せ。そうそう、スタミナスタミナ。後ろ足に体重乗せてで、皆さんやっぱり下見てるんでちょっと上見ましょう、はいはい、そうすればある程度持ってる状態だったら落ちないと思います。わかりました、はい、ゆっくりで大丈夫です。で、下見ない、そう、腰の位置ちょっと前出しましょう。そう、膝伸ばしちゃって大丈夫です。そう、で、で膝曲げましょう。じゃあせーので手離しますよ。せーの、しっかり合わせて、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 そう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 。OK、手離しましょう。手離して。そう、手離して。そう。その時下見ない。上に見ましょう。やばい、待ってくれ。ねえ、みんな一人にしないでよ。俺ら一人にしないで、みんな。これは、これは、これは、助けに来てくれる。助けに来てくれる。誰かが助けに来てくれる。助けて。皆さんすごい上手でした。あ、本当ですか。マジっすか。うん、俺まだ一回もロックに立ててないんだけど。特に良かったのは、あ、うわ、マジかよ。おっと、そう、皆さん全体的に上手いんで、しっかり膝曲げて目線だけちょっと上げましょう、はい、そうすれば手離しても全然大丈夫です。じゃあ耐久レース始めていきましょう。はい、はい、せーので始めます。いきます。せーの、手つかない、手つかない、そのまま伸ばして、そしたら足に入れまして、ほらほら、手つかない、じゃあバイトを見てそのまま行ってください。そのまま、それ、
ていたんだけど。ちょっといい、いいっすか、一個あのこいつ趣旨違うんすよ。で、あの懸垂してた。なんか背中越しにやべえやついると思って。すごいな。やばかったよね。すげえ耐えてるやつ。友達なんで、サーファーボードのこと板って言うとサーファーっぽいし、板、板が友達です。待って、待って、やっぱバランスですかね。世の中のバランスが大事だと思うんで、はい。で、左手を体の前に出しました。で、そのまま膝曲げて、そう。さあ、腕でバランス取って。あ、両手って。最後の方もなんか波乗り始めてすごかった、グングンになったからね、グングンやりたかったんだけど、グングンやりたかったんだ、やりたかったんだけど、あのね、やっぱそこまでいけないんだね、やっぱ初心者だと。けどさ、そういうことがっつりやったのは初めてだったじゃないですか。あ、確かに確かに、めっちゃ楽しくなかったね、楽しかった。いいね、でもこんな気軽にできるからさ、そうなん、都内だもんね、また来ようってなるね。しかも結構もう泳げない人たちの希望を、そうね、あの、これでなんか少しでもなんかちびっ子たちの役に立てたって言ったら、俺はそれだけで幸せ。ガリさんはいらないぐらい落ちたしね。疲れたよ、もうあれ。違う違う、わかんないんだって俺。後ろ危ないんだよ。見えないんだもん。尋常じゃないよ。スッて。それこそ次は海とかでがっついてきたら面白いね。あ、確かにね。まあまあ、ハワイの海しか俺は乗らないけど。やばい、やめとけ。ハワイと品川しか乗らないから。じゃあここは乗る。ここは乗る。じゃあまあまあ、ぜひ皆さんも都内の近くですよね。ぜひ遊びに来てみてください。それでは以上、ハイエイジズでした。ありがとうございました。